こんにちは、スネドラです。北海道一周旅もあっという間に最終日になっちゃいました。今日は苫小牧のフェリーターミナルに16時半には着きたいので、それまで少し観光をして向かおうと思います。ホテルの近くにあるどんぶり横丁です。ここは朝からやってるお店も何軒かあるので、ここで朝飯食べてる人も多いんですよね。すんごいうまそうなんですけど、今日はねちょっとスケジュールの都合で私たち朝飯抜いてるので、ここは見るだけにしておきます。でもね本当にうまそうなんですよね。もう腹も減ってるしね、これ我慢するのがねもう大変でした。はい、高速で白老インターを目指します。白老インターを降りたら10分ほど行くとステーキハウスカウベルっていうのが出てきます。ここは有名な白老牛を、比較的安く食べさせてくれる知る人ぞ知る有名店です。私は北海道に来て時間の都合が合えば必ず寄るようにしてるお気に入りのお店の一つです。ログハウス風の店内は自分でお肉を焼くバーベキュースタイルですね。これが比較的リーズナブルに出せる秘訣なんだと思います。今回は特選ヒレステーキと極上サーロインステーキをお願いしました。2人とも若くないので肉はどっちも 150g ですね。いいお肉なので味の濃いバーベキューソースとかじゃなくて塩コショウで食べるんですけど、やっぱりね本当にうまいです。来てよかったです。カウベルに来たのは 2,3 年ぶりなんですけど、いつの間にかドッグランができてました。そんなに広くないんですけど、うちみたいに犬飼ってる家からすると本当にドッグランのは助かるんですよね。気が利いてます。本当さすがカウベルです。本日唯一の観光地に着きました。皆さんここがどこだか分かりますかね。そうです、民族共生象徴空間ウポポイです。ラジオで7月19日にオープンすることを知って、今日7月22日なんですけど、なんとか寄りたくてですね、予定を変更してきました。ソーシャルディスタンスの問題もあって、予約制になっててね、相当人数を絞ってるようです。ダメ元で申し込んだら予約が取れたんですよね。オープン3日目で来れるなんて超ラッキーです。ただ今日は雨なので屋外イベントとかが一部中止になってます。これはアイヌ民族博物館ですね。不思議な形してます。ここはアイヌ民族館としては日本初だそうです。入場制限をかけてるので混んでないですね。向こう側に見える列はシアターを見るために並んでる人たちです。今私たちが並んでるのが、2階に行く展示室ですね。ここに入るための列です。順番になったら、そこのエスカレーターに乗って上に上がります。ここもね人数制限がかかってます。はい、2階の窓からウポポイが一望できます。雨が降ってなければいろんなイベントもあったんですけどね、残念です。はい、じゃあ展示室に入ります。入り口にはアイヌ民族衣装を着たお二人が、映像でお迎えをしてくれます。展示室内は動画撮影が禁止だったので写メを何枚か撮らせてもらいました。アイヌ民族の儀式とか儀礼、あとは生活の中で使われているいろんなものなんかが展示されてます。アイヌ民族独自の伝統的な踊りもモニターに映し出されてます。これ本当だったら外のイベントとかでも見れるんでしょうけどね。アイヌはヒグマを筆頭にほぼ全てのものに神が宿っていると考えてたんですよね。当時の資料もたくさん展示されてました。この辺はゴールデンカムイを見ると、詳しく勉強ができます。雨とコロナの影響で残念ながら今日の屋外イベントは全てキャンセルになったようです。アイヌ人の集落コタンを構成する家ですね、チセと呼ばれるもの、それの一軒を復元した建物です。家と呼ぶにはあまりにでかくて印象が湧きませんが、アイヌ人はこういうところで暮らしてたんですね。続いて体験学習館に来ました。ここでね何か体験できるイベントがあるらしいんですよね。間もなく始まる会のチケットがちょうど手に入ったので早速向かいます。なんかねすごそうなものがあります。これは1人1台ドーム型スクリーン映像が提供されるんですが、見たらねただの映像でした。
特にすごくなかったですね。入り口の近くにあるフードコートです。まだできたばっかりなのでとても綺麗ですね。このスケールのテーマパークにしてはちょっと狭い気もしますけど、外にテラス席もあるんでね、なんとかなるんでしょうか。メニューに関しては特段目を引くものもなくてですね、なんか食べてみたいなと思うものも特にありませんでした。苫小牧港に戻ってきました。これからサンフラワーフラノに乗って東京に戻ります。長かった北海道旅行も終わってみたらあっという間でね、とっても楽しい思い出ができました。これからもいろんな動画を投稿しようと思うので、ぜひ末永くお付き合いください。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。